はい、えー、アンケートありがとうございます。2016年9月26日21時57分18秒。高橋さん。えー吉田社、吉田社長に聞いてみたいこと。吉田社長、こんばんは。ま、大阪の松本です。いろんな SNS のお話で、アルゴリズムは変わったとお聞きするのですが、その変わったという情報は、日頃からそのアルゴリズムを解析しているからわかることなんですかそれともそういうお知らせが来るのですが、ご回答をお願いします。えー、これはですね、そういうお知らせが、例えば、 まあ結構昔ですけど、Google のそのアルゴリズムが変わった時は、ペンギンアップデートっていうのになって、その全然変わったんですね。で、それがインターネット上に流れました。ブワーって。えー、Google が変わったみたいな、ペンギンアップデートみたいな。うん、っていう情報がネット上にブワーって流れました。だから今まで上位表示されていたサイトが、県外飛ばされるみたいなね。まあそういうのが、ネット上にも出てきます。で、あとは、その SNS のアルゴリズムが変わった変わらないっていうのは、正直、あの、それは、 あくまでも情報です。だってその,その会社があの出したものではない,かないのでほとんどの人が予想予測とかいうか見解なんですね。例えば Facebook のアルゴリズム。例えばさ最近だと言うと、まあ、ライブ放送ですよね。Facebook がライブ放送っていう機能をつけてでそのライブ放送っていうのをするとあのリーチが半端ないっていう。でこれは、 あの、おそこれは、ま、いろいろ、こう、いつも Facebook をこう、かい、見てる人からすると、これはおそらく Facebook 側が新しい機能、ライブ放送っていうのを、多くの人に認知させたいから、ライブ放送した場合は、多くのフィードに、と、あの、表示させるっていうことをやってるんじゃないかっていうような見解ですよね。だ今までやった、今までずっとやってて、ちょっと変化が起きた。じゃあ、これは、こういう、なんだ、こういうことでこういうことなんじゃないかっていうのを、 その予測してそれを、が、うん、アルゴリズム変わったみたいな表現方法です。別にそのアルゴリズムっていう難しい言葉じゃなくて、なんか、なんか仕様変わったね、みたいな。最近仕様変わったね、とか。まあ一緒のみたいなもんなんですけど。うん。だ解析してるというか、日頃使ってたらなんかおかしいなと。例えば、例えばですよ。うん。例えば、そうそうそう、じゃじゃあフライパンにしましょう。フライパン。 フライパンを毎日振ってるとしょます。毎日。フライパンを毎日振ってます。こうやって。振ってます。で、振ってたら、あれと。最近なんか、なんか、焦げるぞと。最近なんか焦げ付くなと。あ、フライパンちょっと、これもうダメだな。っていう、そ,れそういうことです。フライパン毎日振ってて、で、あの、わかるじゃないですか。フライパン毎日振ってたら。焦げ付き具合が。まあ、これだいぶちょっとね、このフライパンちょっともう、あの、傷入ってるんですけど、振ってればわかるじゃないですか。毎日振ってれば。 あれこびつくぞみたいなその変化がアルゴリズムってみんな言ってますその変化だから毎日使ってる人じゃないとその本当の変化っていうのが分かんないですねうんだツイッターを毎日やってる人だったらツイッターのその変化っていうのは察知できますしフェイスブックを毎日やってる人だったらフェイスブックの変化を気づくだろうし YouTube を毎日やってれば YouTube の変化に気づくだろうしっていうことなんですだからこれはあの 情報を受け取るというよりかは、やっぱその SNS マスターになることが重要です。だ日々その SNS に触れてずっとやってれば、その変化、微量の変化にも気づいてきますから、あれちょっとおかしいんじゃないこれみたいな。それがアルゴリズムっていう名前、アルゴリズムが変わったみたいなのみんな言うんで。はい。まあそういうことです。解析というよりか使ってるからですね。わかるということですね。はい。そんな感じです。はい。松本さん、頑張ってください。 毎日使って使い倒してください。そうすると変化が分かりますから。フライパンも振らないと変化は分かりませんからね。はい。ということです。はい。えー、アンケートありがとうございます。